おっと、こいつはすげえ。ご機嫌そうな奴らばかりじゃないか。お前たち最高だぜ。おお、ちょっと待ってくれよ。俺たちウミガメの挨拶をよく知らない奴いたぜ。ガイドさん、こっちの後ろの方だ。1列目の通路から2番目だな。しましまな甲羅の男性だ。いやー、こんにちは。こんにちは。戸惑ってるな。名前を教えて。ヒロです。ヒロ、渋い名前だぜ。いいかいヒロ、俺が最高だぜって言ったら、ヒロは両方のヒレを高く元気よく上げるんだ。あ、そんな感じだ。行くぞヒロ、最高だぜ。やるじゃないか、みんな拍手だ。がしなやかに上がってたぜ。よし、ガイドさん、今度はじゃあこっちの前の方だな。2列目の通路側のお嬢ちゃんと話をしてみようかな。隣は兄弟かな。いや、こんにちは。こんにちは。挨拶できた。名前を教えて。みっちゃん。よろしくな。すぐ隣は妹かい。やっぱりそうだよな、甲羅の感じもそっくりだもんな。隣の子、こんにちは。はい、すぎるぜ。さらに隣がお母さんかな。こんにちは。お母さん、やっぱりそうだよな。お母さんは名前なんて言うんだい。ことみです。ことみ、合ってる。はい、合ってます。あ、よろしくな。ちょっとさ、ことみに聞きたいことあるんだけどさ、お嬢ちゃんたちからあれは何、これは何ってたくさん質問されたりしないかい。はい、します。わあ、そうか。いや、うちの息子のスクワートもそうなんだよ。あ、ことみ、俺たち親同士ばっちり気持ちが、通じ合ったようだな。教えてくれてありがとな。お嬢ちゃんたちもありがとな。あ、後ろにいるパパ、ごめんな。実はさっきはスクワートに聞かれたんだ。ねえパパ、人間はなんであんなに僕たちと違うのって。でも俺は何にも答えられなかったんだ。だからみんな、俺に人間のことを教えてくれないかい。協力してくれるならヒレをあげてくれ。ダダイ。おお、あげてくれてる、嬉しいぜ。お前たち最高だぜ。お、ヒロちょっと遅れてるぞ。油断すんなよ。よし、スクワートからの最初の質問だ。ねえパパ、人間は何を食べるのって聞かれたんだ。食べ物を食べる人、ヒレをあげてくれ。はい、食べ物を食べる人、食べないやつもいるんだろ。お手前さん、こっちの後ろの方だな。3列目の通路から2番目のイカしたゴーグルの女性だ。頭に茶色いハマグリが2個乗ってるぜ。こんにちは。こんにちは。名前はなんて言うんだい。ミキです。ミキ、よろしくな。ミキのさ、大好物って何。タコワサ。タコワサ。それひょっとしてさ、タコと関係あるかい。何、タコを食べる。炭かけちゃうぞ。怒ってるぜ。あ、じゃあミキさん、ちょっと肩ひれをあげてくれるかい。俺が言ったこと真似してくれよ。いくぞ。タコは友達。タコは友達。餌じゃない。よろしく頼むぜ。みんなビキニ拍手だ。今度はみんなの番だぜ。俺に質問なるやつはヒレを高く上げてくれ。ダダイ。クラッシュ、お前の子が質問あるみたいだぞ。おー、ありがとな、ハク。じゃあガイドさん、こっちの前の方だな。2列目の通路側の赤い甲羅のお嬢ちゃんと話してみようかな。いや、こんにちは。名前教えて。
俺に聞きたいこと何かある？いろは。合ってた、よろしくね。いろはがさ、俺に聞きたいこと何？何でもいいぜ。聞きたいことないか。忘れちゃったから。あ、いいんだぜ。じゃあ俺から何か質問しようかな。じゃあいろはがさ、今何歳？4歳か。おお、まだ卵から帰ったばっかりだな。ちなみに俺は今150歳なんだ。でもまだまだ若いぜ。佐渡市赤に見てくれ。俺のこの腹6つに割れてる。いや、話ができてとっても楽しかったぜ。みんないろはに拍手だ。他に質問のあるやつ、ひれを開けてくれ。なんでかぜ。じゃあ今度はこっちの前に行ってみるかな。じゃあ今度は1列目の端っこから2番目の男の子と話をしてみよう。いや、こんにちは。こんにちは。名前はなんて言うんだい？岡見雄生です。岡見雄生、俺に聞きたいことなんだい？クラッシュってお嫁さんとかいるんですか？ずいぶんおまっすぐな質問だな。もちろんいるぜ。俺にはシェリーっていう大切なパートナーがいるんだぜ。シェリーと知り合ってもう100年以上経つけど、今でも彼女のことを俺はとっても愛してるんだ。何をせんで、ちょっと恥ずかしいじゃないか。いや、でも素敵な質問だったぜ。みんな岡見雄生に拍手だ。他に質問のあるやつ、ひれを開けてくれ。後ろの方のやつも遠慮すんなよ。大人もいいんだぜ。お、じゃあ今度こっちの後ろに行ってみようかな。今度はじゃあ4列目の通路側でさ、黒い甲羅のお嬢ちゃんがひれを開けてるよね。頭に赤いサンコ乗ってるぜ。こんにちは。こんにちは。名前を教えて。リオです。リオ、質問は何だい？5メートルしか泳げないんですけど、どうやったら25メートル泳げるんですか？上手くなりたいか。やっぱりそうだよな。このヒレをさ、一生懸命動かすっていうのが大事だと思うぜ。あ、ちなみにこうやるとさ、すんげえ速く泳げるんだ。あ、リオもさ、ヒレをこんな感じで動かしてみて。1、2、1、そうそう、そんな感じだ。頑張って練習してくれよな。あ、みんなリオに応援の拍手だ。よし、他に質問のあるやつ、ひれ上げてくれ。大人もいいんですんだよ、どうぞ。おー、じゃあ今度は後ろの真ん中行ってみようかな。今度じゃあ3列目の通路側だ。頭にさ、ピンクのナマコが乗ってる男性だな。いやー、こんにちは。こんにちは。名前を教えて。コウスケです。コウスケ、質問は何だい？質問、今日久しぶりにディズニー来て最高の思い出だったんですけど、これを忘れないためにはどうすればいいですか？忘れたくないか。やっぱり刻み込むしかないよな。あ、コウスケさん、俺たちだけで例のウミガメの挨拶やってみようぜ。思い出に刻もう。いいぞコウスケ、最高だぜ。やるじゃないか。これがビシッと向けてたな。なんだこの音、ハイドロフォン壊れたか。ハロー、ハロー、おーメリー、行っちまった。おいメリー、うー、クラッシュ、やーやーメリー、ハロー人間。あー、そうだ、得意のエコロケーション見せてやったらどうだい？見てて、うー、何か見えてきた。うー、わー、耳が4つある人間がいる。変なの、いい意味でね。変わってるわ。じゃあね、クラッシュ。あ、じゃあメリー、耳が4つ、一体何のこと言ってんだ、耳？あー、わかったぞ。タコは友達って言ってくれたミキの頭に乗ってる茶色いやつだよな。あれ耳じゃないぞ、ハマグリだ。エコロケーションってクールだよな。人間もできるかな。あ、そうだ、
いつにやってもらおう。ヒーロー、君の出番だぜ。エコロケーションで俺のヒレが何本上がってるか当ててくれ。まずさっきのベイビーみたいに両方のヒレを頭の横に当てて目を閉じるんだ。そう、そして下を向くんだ。俺がいいぜって言うまで絶対に目を開けんだよ。そこからせーので、うーだ、せーの、うー、静かにして下向いたままだぜ。俺のヒレは何本見てるじゃないか。みんな拍手だ。とっても嬉しかったぜ。お前たち最高だぜ。